その人はいつも同じベンチで本を読んでいた。綺麗な人だな。何の本を読んでるんですか？え？すいません。突然声かけて。いいわよ。隣に座って。はい。これって、エッチの小説？ねえ、よかったら、うちに来ない？すぐそこにあるの。はい。